また新しいタブレットが到着しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはこちらです。u ア u の8インチアンドロイドタブレット T30 です。 u i u というね、ブランドは、以前に私がね、一度10インチのね、android タブレットを紹介しています。で、私以外にもね、そういったガジェット系の YouTube チャンネルやブログ等でもまあ紹介されていますので、まあ少しね、見たことはあるかなという方もいらっしゃるかもしれません。えー、その u i u の8インチのタブレットになります。で、amazon の販売ページを見ると、この u i u というのは日本向けのブランドですみたいなことが書かれていて、前もそうだったんですけどね、 この、まあ、箱があるんですけども、ちゃんと箱が日本語になってるんですよ。大体こういうね、いわゆる中国メーカーのタブレットって、まあ、箱は共通で、まあ、説明書も多言語に対応しているようなものが多いんですが、これはですね、明らかに箱を日本語ですって作ってるわけですね。だからこの辺の本気度っていうのは結構感じられるかなと思います。前もそうだったんですね。 であと、技的ですね。ここに技的マークがついています。これ SIM カード入りますけれどもで、日本のバンドルもね、対応してるんですね。まあ、この辺を見るとですね、なかなか日本向けに頑張ってるなという感じです。それではちょうどね、箱の裏に、 ま、特徴が書かれていますので、ここを見ながらですね、簡単にスペック見ていきたいと思います。それではですね、早速スペック見ていきましょう。まずは、ラムが3ギガストレージ 64GB ということですね。で、ここに CPU、SOC の表記がありませんけれども、SOC はですね、ユニソックの SC9863A というものを搭載しているようです。 これは非常にローエンドのね、シ、so、ーになっています。アンツーベンチマークで言うとおそらく10万点いかないぐらいということなんで、まあ性能はかなり低いですね。で、ラムを三ギガということなので、基本的にはローエンドのアンドロイドタブレットということになります。で、ローエンドのアンドロイドタブレットなんですけど、まあディスプレイサイズ八8インチなんですが、なんとね、 解像度が 1920×1200 っていう結構解像度は高いんですね。やっぱり安いアンドロイドタブレットだと解像度も低かったりするんですが、なぜかこの解像度だけは結構いいということで、まあこの辺はどうなんでしょうね。やっぱり性能が低い SOC だと意外と解像度が低い方がサクサク動くなんていう話もありますんで、まあ解像度がね、高いっていうのはいいことなんですけども、 それに伴ったね、SoC だったら良かったのかなというところです。まあそれでも一応ね、8インチの割には解像度が高いということです。で、カメラですね。えー、1300万画素のリアカメラを搭載していますと。あと500万画素のインカメラです。で、3 3 0ム片手で持って手軽に操作できるコンパクトサイズということで、まあ大体8インチのタブレットって、ファイアタブレットもまあ3 0 0ム台なので、まあでも330だったら、 まあその中でも若干軽いかなというところでしょうかね。で、バッテリーは 5000mAh ということです。ということでね、基本的には性能が低い Android タブレットなんですけれども、特徴的なところはやっぱり解像度が高いということと、えー、ローエンドなんですけど 64GB のストレージを搭載しています。あとシムカードが入って日本のバンドに対応していて、 かつ、儀的マークがあるといったところでしょうか。ただ、ユニソックの SOC なんで、おそらくボルテは使えないんじゃないかなと思います。それでは、開けていきましょう。それでは、同梱品を確認していきましょう。まず、充電器です。これはね、ちゃんと日本で使えるやつです。PSE マークもあります。え10ワットですね。あと、シムピン入っていて、充電用のケーブル。で、これ、タイプ C になってるんですね。タイプ C に対応しています。 で、一年間の保証がついていて、保証書が入っています。で、説明書が入ってるんですが、これがまたね、やっぱすごいことに、もう完全に日本語なんですよね。全部日本語。普通はね、共通多言語の、まあ、マニュアルがついてるんですけれども、結構ページ数もある、しっかりとした日本語の説明書がついています。本当にやる気を感じさせますね。箱にも技的マークありましたけど、本体の方にも技的マークがあって、 さらにね、ユアユって書いてあるんですけど、ここにカタカナでユアユって書いてあるんですよ。ただ、この本体にもこれを吸っちゃったわけですよね。そうなってくると他の国でなかなか売りづらいじゃないですか。だからそういう部分を含めて、ガチで日本で売ろうとしてるんですね。これはね、ちょっと応援したいですよね。それではですね、ぐるっと見ていきたいと思います。まず背面はですね、これマット調の プラスチックですね。指紋が付きにくいし、まあ、変な光沢もないんで、まあ、価格考えればね、性能考えれば、まあまあこれはこれでいいんじゃないかなと思います。で、横ですね。横に、ちょっと見づらいんですけど、ここにボリュームボタンと電源ボタンです。で、下に、いわゆるこの、底は何にもないんですね。スピーカーの穴かなちょっと穴が開いています。で、こっち側も何にもなくて、上ですね。上の方ですね。上の方に3 5のイヤホンジャックと、sim、えー、カードスロット。 とタイプ c の充電ポートがありますそれではね、重量の方を測っていきたいと思います。重量の方は3 7 2ムですね。おい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 。さっき330って書いていませんでしたっけちょっとこれはサバを読みすぎてるかなと思いますけどね。まあ、一応372ということなんで、まあ、8インチタブレットとしてはまあ平均的な重量かなと思います。それではね、電源入れていきたいと思います。電源オン。 いわゆる起動するとですね、最初の言語選択も日本語になってますね。この辺もやる気を感じます。それではですね、端末の方立ち上がりました。最初から入ってるアプリはですね、まず LINE とか Netflix とか Twitter とかね、結構ちょっと見慣れないものが入ってます。この辺もちょっと日本向けを意識してるのかなやっぱ LINE が入ってるっていうところは。えー、なので、デフォルトのアプリ以外に LINE、n e t とフリックスですかね。ツイッターと、あとなんか、サーチっていうアプリと、まあ少し入ってますね。アマゾンプライムビデオも入ってますね。ストレージの方は6 4イトですけれども、まあもろもろ最初から入っていて、約1 0イト最初から使っています。で、アンドロイドバージョンは12ですね。それではドロイドインフォで確認していきましょうか。解像度百かける千1 9 2十にちゃんとなってますね。 SOC もユニソックの SC の9 8 6三ということです。で、一応 GPS ハイになってますね。で、NFC は搭載していません。で、一応タブレットなので、えー、動画視聴に使ったりする方もいると思います。えっ、ー、と、ワイドバインのセキュリティレベルは残念ながらというか、まあ当然ながらレベル3ですね。まあ8インチなんでそんなに気にはならないと思いますけれども、まあ、動画配信サービスの HD 解像度の動画は再生ができません。 こちらの端末は GPS に対応しているということですので、一応ね、GPS テストのアプリでテストをしてみたところ、結構ですね、やっぱり GPS 性能は良くないですね。えっ、ー、と、誤差も大きいですし、まずこの位置情報を取るのにかなり時間がかかります。だから、対応しているのはまあ間違いないと思うんですけれども、ちょっとあんまりこうね、頻繁に使うような使い方は厳しいかなという感じです。 それではですね、非常に性能が低い端末になっていますので、ブラウザのテストやってみたいと思います。基本的にはかなり限定した使い方になるんではないかなと思います。それでは、ニュース。はい。まあ、でも見れなくはないかなというところですね。まあ、同時にね、たくさんのタブを開いたりしなければ、まあ、こんな感じなんで。 まあニュース見るぐらいだったら確かに使えるかなというところですね。それでは次はね、Google マップのテストやってみたいと思います。これはもうね、いつもやってますけれども、性能が低い端末だとかなりカクカクします。今回はさすがに厳しいと思いますね。東京駅。まず東京駅は表示されるのにちょっと時間がかかってる。まだ全部表示されてないかなはい。お、意外とスムーズ。 あ、引っかかってる引っかかってる。うん。やっぱりカクカク。ああカクカクカクですね。ガッタガタですね。まあまあ、しょうがないでしょう。性能考えれば、まあ、しょうがないかなと思いますけどね。まあ、でも、一応地図を見るぐらいとかね。えー、まあ、それぐらいであれば普通に使えますんで。確かにこう、快適にね、スルスルと表示されることはないと思いますけど、まあ、ただ地図なんでね、こうやって別に見る分には、 読み込みが終わってしまえばね、それなりに見れると思います。スピーカーの方はですね、やはり価格がもう安い端末なんで、価格なりかなと思います。当然シングルスピーカーですね。この辺に多分入っていて、まあ、ここからだけ音が出ますね。 それでは、シムカード入れてみたいと思います。シムトレイはハイタスロットですね。だから、マイクロ SD カードを利用できます。最大 512GB まで対応していますで。この端末は最初にも言いました通り、技的マークもありますし、日本のね、一応プラチナバンド、どこも a のプラチナバンド、18、19に対応しています。あと26にも対応していますし、1、3、8にも対応しているので、まあ、4G で使う分には、 まあ、それほど問題なく利用できるんじゃないかなと思います。ただ、やっぱりボルテは多分使えないので、まあ、今からシムカード入れてみますけどね、えー、そこだけは注意してください。まあ、タブレットなんでそんなに2がメインっていう方はいないと思いますけれども、まあ、以上でも日本のバンドに、ブ、えー、ラチアバンドね、対応してます。 それではですね、ポボ2 0の SIM カードを入れてみました。アンテナね、えー、ちゃんと立って、えー、データ通信は利用できました。やはりね、ボルテは使えないですね。だから音声通話は利用できませんでした。この辺はもうユニソックの SOC みんなね、だいたいそうなんですけれども、またユニソックの SOC そのものがボルテに対応してないわけではないんですけどね、日本の SIM カード入れると、えー、通常では使えないということです。 だから残念ながらこの端末もですね、音声通話はボルテではちょっとできないということですね。このタブレットは専用のケースがあります。まあこれ別売りになりますけれども、ただこれも箱がね、ちゃんと言わゆうとなっていて、ここに日本語になってるんですね。だからケースも含めて、まあ箱も含めてしっかりと日本用になってるということです。 中身は説明書とね、まあケース本体になりますけど、一応説明書もついてて、これもちゃんとね、日本語になってるんですよ。ただ、インストールョ順って書いてありますね。それでは保護ケースつけてみました。まあこんな感じですね。まあこれは本当によくあるタイプだと思います。で一応ここを、こういう感じでね、折りたたんで、まあこれでスタンドにもなるというやつですね。まあこれもよくあるやつですね。 で、これは販売ページにも書かれているんですけれども、このケースね、オートスリープ非対応なんですね。まあ大体こうやってね、オートスリープになるものが多いんですけれども、これは残念ながら対応しておりません。ということで今日は日本向けのね、n d r o i d タブレットを販売しています、You are You の 8インチのね、新しいね、android タブレットを紹介させていただきました。え、制度の方はね、非常に、まあ低いものになっていますけれども、結構頑張ってね、日本語対応しているというところはすごく感じられるので、まあ実際いいところはやっぱり、あの、技的マークがあるということを日本のバンドに対応しているというところではないかなと思います。で、価格はですね、今ちょうどブラックフライデーセールですけど、そういったセールの時に13,999円かな、14,000円ぐらいで販売をしています。 まあ通常は1万円台後半、1万8000円とか9000円ぐらいで販売しているんではないかなと思います。でもおそらく何らかのクーポン割引が出て、まあ1万4000円っていうのはね、もしかしたら安い価格なのかもしれませんけど、それに近い価格で販売をしているんではないかなと思います。であと付属のこのケースですね。このケースは1800円ぐらいでね、販売をしていましたので、ちょっとで、ね、高いような気もしますけれども、まあぴったりとね、サイズは合ってますんで、 まあこういった形で、ね、スタンド型にも使えるし、やっぱりこうね、ねしっかりと収まりがいいケースを探している方は専用にね、叶うものはないと思いますので、まあ、一応こちらもですね、動画の説明欄にリンクを置いていきますので、まあ、本体ケース両方ともチェックをしてみてください。はい、今回は以上です。